商品開発部の杉山課長、お電話が入っております。お近くの受話器をお取りください。もう社員全員が知ってることだしな。まあけどまあなるべくここだけにしてちゃうな。すまん。いや謝るのはこっちの方だしな。奥さん喜んでただろう。俺がほら退職金上乗せしたこと。まだ不服があるんだったらもうちょっと掛け合ってやってもいいよ。いや不服ってそんなあれだよ。まったくお前の優柔不断さ加減もう恐れ入るよ。時代を見ろよ。そう悪い条件でもないんだし、何よりお前と俺の仲じゃない。にはもう返事したんですか？ああ。何か出します？鮭焼きましょうか。いいよ。もったいないから。食べたらいいのに遠慮しないで。ないわけじゃないんですから。別に遠慮してるわけじゃないんだよ、おいら。食べるのおいらだけだろ。残りはしませんよ。ハイエナがいるから。これカプチャウだ。バカ、豚におなり。じゃあバイク。へえ、ニュータイプが出たんだ。いい話じゃないですか。クリアでてみるのか。お湯をかけるとできるバイクの話じゃないの。バーカ。あ、話かけんなよ。集中できないだろ。はい、少なく。はい。だってお父さんがあと2年間働く分を差し引いたって500万も多いのよ、退職金。退職依頼されてること子供たち知ってるのか。うん、ケイちゃんにだけ。これ以上いい条件はないって言ってた、ケイちゃん。どうしても今引くのが一番なのかな。どうかさ、400万あるとないとじゃ、子供たちの入学金だって授業料だって大助かりするし。不満？いやそうじゃないけども、一生懸命働いてきたんだもん。
無遅刻無欠勤の皆勤賞で円満退職したいって気持ちもあるわけさ。でも次の働き先だって考えてくれてるんでしょ。そうだけどもせめてあと2年ぐらい働かせてくれりゃいいのにと思ってさ。そんなもんですよ会社なんて。いや別においら会社が冷たいなんて思ってないよ。だって生き残っていくためにはいろいろとさ辛いこともやんなくちゃ。泣いて馬謖を切る、そこれですよ。お父さんって本当心底人がいいのね。人がいい？いい人じゃないの。どっちもよ。あ、のみちゃん帰ってきた。おかえりなさーい。おい、頑張ってるか。うん、パパリ早かったんだ。食べよ食べよ。え、なになになに。あ、あったかい。なんだろう。あ、あれだ。あー、もうやってきました。ねえねえ、俺にも戦うからコップを上げよ、ビクオフ。役に立たねえ、同窓生。あんたは来年も落ちるの。お前と俺じゃ偏差値が違うでしょ。今のあんたが逆立ちしたって。お風呂沸いてますか。バカ、今夜は新規ですよ。人権なんかねえんだぞ、うん、愚か者。その女子団にどうやって入るのさ、うん、人権以前の問題でしょ。それから美光生、あんた真夜中のギターすっごく迷惑よ。そうよそうよ、もっと言ってやんなさい。もう一杯やってラッシュを避ける派ですか。え、大丈夫ですよ。あんたが主役の東京だよ人生は、早坂智代です。あ、ほんとだ、智代ちゃんだ。あ、智代ちゃんなんつって言い方ったかな。圧倒的だもの、あなたの人気。俺たち見たら落ちるのアイドル、理想的な娘像だもん。祝定年、定年後大吉家業でし放題、そんなわけにいきませんから、ね。はい、そうだったらおいら十分資格ありますよ。ただのわがままな年寄りってとこ。変なおじさん。でも可愛い。ご機嫌のようですが、あなたは今満足してますか。え、おいら、あ、ごめんなさい、あのついつい昔言葉が出ちまって。どうもいいじゃないですか、あの東京の下町言葉ってベランメーって粋だし、最近はめっきり聞かれなくなっちゃったしね。嬉しいね。嬉しさも中ぐらいからオラが張る。コンピューターにサンタさん奪われてから何年になるかな。おいらずっと子供のおもちゃ作ってきたんだけど、最近やめることになったんですよ、今年いっぱいで。おいらとしては不本意ですがっていうところはありますよ、もちろん。面白そうですね。やめてしまうということは、ということはおじさんは何年生まれですか。昭和8年12月10日生まれ。昭和8年、やだ、うちのパパよりも年上なんじゃない。
てどんなお気持ちなんでしょうか。退職へのカウントダウンが開始されたわけですけれど。俺らなんか追いかけてて番組になるんすか。大真面目だから面白い。プロです。そうですか。でも友達みたいな美しい菜園が退屈しないのかな。こんなおじい相手にしてて。プロですから仕事ですし。何もおじんがってことじゃなくて、吉田さんがね、退屈っていう意味じゃないんですよ。いいんすよ。私もつくづく自分が退屈なやつだと思ってますから。ものすごいコレクション。これ全部吉田さんが集めたんですか。最初からおもちゃ屋さんになろうと思ってたんでしょう。なんですか。好きだったんですよ、おもちゃが。あ、答えになってませんか。元帥とか大臣とか子供の自分はね、そういうご時世だったもの。でもよしたんです。ある時から学問するのは好きだったんですけどね。幼年期の深き傷跡ですか。何ですかそれ。だって何もなかった時代があったわけでしょ。何もなかった時代があったなんて信じられませんよ。少年時代は戦争とかで生きるか死ぬかだったわけでしょ。信じられない。こういったおもちゃのコレクションとかも何もなくて貧しかった時の反動と見えましたね。いいですね。なんかこうおもちゃの博物館のようなとこで吉田さんゼベットじいさんのような格好しちゃって。ずっとこんなおもちゃ相手にしてたら世の中ハイテク在テクだって。同僚たちはもう重役役員でしょ。この頃は子供たちもコンピューターに夢中になってこっち見てくんないし、気がついたらこんな檻の中にいたってわけですよ。でもとっても素敵な檻ですよ。そうでしょ。俺らここが大好きなんですよ。この背番号3番中島選手、中島選手がいまだに現役でいられるんですから。吉田さん。嘘。取って取って。早く。おい、来てる。という不幸な奇跡との遭遇なんでしょう。あんたが主役の東京での人生は、吉田健一さん56歳は先ほど8時40分倒れてしまったんです。突然今この虎ノ丸病院廊下を吉田健一さんが意識不明状態のままで検査室へ運ばれていきます。吉田さん、
全くの偶然ですよ。二度とこんなことなんて。吉田ですけど。大スクープですよ。そう、臨中ライブ。もうこれピューリッツァー賞もんですね。はい、よろしく。先生。先生、吉田です。は。吉田さんの御用体の所見をどうぞ。難しいんだわ。いわゆる左脳の新聞に。先生のお顔の方が難しそうですけど。あ、そうですか。いや。一般的に理解しやすく、かつ難しっぽく、それでいて危険さをはらむような感じでよろしくお願いいたします。ああ。ではどうぞ。あ、ですね。脳の左側の深いところに動脈瘤破裂の疑いがある小さな出血層があるんですが、今の段階では CT にはあまり変化はあられておりません。ですからまあ静観するしかはないですね。まあ、こぶったって何ミリの血管の世界ですから、厄介なんですこれが。ズバリ生存のためのパーセンテージは、まあ、オペとなりますとね、まあ、オペそれ自体も簡単な作業ではないんですが、オペそれ自体よりもその後ですね、何パーセント回復するかですね。傷だけでなく人間としての回復、いわゆる果たして何パーセント普通の人間に戻れるかですね。そうです。脳動脈瘤のオペは不発弾の処理と同じなんです。脳の奥底で作業をしなければならないですし、まあ、そのために脳の損傷する危険率は高くなるわけですね。まあ後でゆっくりご家族の方には説明しますから、そのコブを早く見つけて剥離させて二度目の破裂をしないようにクリップで止めてしまうんですが、まあ出血によって損なわれた神経細胞は回復しないんですから、いわゆる記憶とか呼吸とか言語運動、それらを命令伝達する、いわゆるそれこそいろんな神経がですね。本当我々の仕事は爆弾処理班と同じですよ。起きなさい元ちゃん、起きなさい。早く早く。吉田、大黒柱を突然失ってしまうかもしれない崖っぷちに置かれてしまった家族、これこそテレビ界の奇跡です。ただいま実況中継の準備が進んでおります。準備が整い次第引き続き予断を許さない吉田さんの病状を生でお送りいたします。
あんた何考えてんだよ。あら、歴史的大ニュースじゃない。そうじゃなくて、それじゃ俺たちのプライバシーどうなるわけ。あのね、これこそ全国の家庭が抱えてる爆弾なのよ。しかも大事なテーマ、それもライブよ。もう君一人のね、個人的な感情でどうこうできるような問題じゃなくなってるわけ。ごたくばっか偉そうに。こっちは生きるか死ぬかなんだぞ。お前そんなに臨終ライブしたいのかよ。ケンちゃん、やめてそういうの。私は冷静です。レポーターとしては客観的に報道してるけど、早坂智代個人としてはお父様のご無事を心から願ってるのよ。よく言うよ。さっきから聞いてる散々不吉感煽りやがって。ケイちゃん、どうなの。まだよくわからないんですって。でも危ないことは危ないの。まずいな。あの、圭一さんですね。はい。ご長男ですね。はい。驚いたでしょう。どうでしょう、今後もしもという。ああ、目くそが鼻くそいじってどうなるんだよ。ノーコメントだよ、ノーコメント。何がノーコメントなのよ。何が目くそなの。ノーコメントはノーコメントなんだから、ノーコメントだよ。頼むから少し黙っててくれよ。結構たくましいんだね。お前ら進学諦めだな。兄ちゃん何怒ってんだよ。なんで怒ってんだよ。親父が倒れたのどうして怒ってんだよ。バカ、考えてみろこの空っぽ頭。何、そんなこと今言わなくたっていいじゃねえか。なんだと。ちょっとやめなさい、二人とも。やめなさい。何の準備もできてないのよ。あなた、お願い、目を覚まして。ケンちゃん、起きて。何？熱烈ホットケーキ。俺、先生に知らせてくる。アイスクリーム、ラムネ、かき氷、お寿司、オムライス。なあ、
もう東京帰るっきゃないよ。誰からも連絡がなくなって何ヶ月になる。地元の奴らは日増しに意地悪になっていくし、ラジオは我が精鋭部隊は沖縄に転身し、敵機動部隊に多大な損害を加え、士気いよいよもって盛んって言ってたのに、また誰かが栄養失調になってああなるんだぞ。東京へ行こう。東京行けば何でもあるんだから。雪が溶けたら結婚するぞ。それと今東京に行かないと母ちゃんやあんちゃんたち先ずっと会えなくなるような気がしてんだ。気を慎め。じゃあ、前のやつら見える？全然、どこにも見えない。遅れてんだ、俺らの班。急ごう。ばっかりだろう。外れてしまったの。どうするんだ、ケンちゃん。とにかくどっか休める場所探すんだ。Thank you.
パン配ろうか。これでやってやるよ。なんかあった時に困るからダメ。すごく暑いよ。大丈夫か？この前錆びた釘踏んどけちゃったんだ。でも平気、痛くないから。それよりも体が震えるんだ。風邪ひいたのかもね。和子ちゃん、ちょっと中継車遅いんじゃないの？もうプロフェッショナルじゃないんだから、ね、私今お父さんが目の前にいるのに弔問客の前で何て言っていいのか困ってたの。よくわからないのよね、お父さんってどんな人だったかって。うまく説明できないの。やめてよ、ママ。そういう言い方。そうだよ。そんなこと親父が元気になったら聞けばいいんだよ。そうよね。僕は母さんの気持ちわかるよ。父さんってさ、いつも最後に本当は何を言いたいか言わないじゃん。それが良かったのか悪かったのかよくわからないけど、父さんが本気で怒ったとこ見たことあるか？だからこれからそうすればいいんだよ。聞ければな。こっちが東南の恥だ。こっち歩けばみんなに追いつける。その先は東京だ。
めん。こんなに辛いなんて、もう終わったの祭りだけど。そうね、甘かったね。ごめん。そうじゃなくて、みんな一緒よ。ありがとう。元気出して、班長殿。あいつら本当は村へ帰ったんじゃないだろうな。ケンちゃん、そうじゃないよ。おいら帰り方も分かんなくなっちゃったし。私たちこんなところで死んじゃうの？死ぬわけないだろう。みんなして行くしかないんだよな。東京を目指すしか。頑張ろう。東京へ帰ろう。みんなケンちゃんのことあれにしてんだから、頼むよ班長、助けてよ。山犬か？狼だ。狼？あらわしめ
守りは引き受けた。来るなら来てみろ赤とんぼ、ブンブンあらわし文化飛ぶぞ。次加藤はやぶさ戦闘隊おーエンジンの音ボカボカしてる。熊だな。やろう。ここにいるの分かってんだぞ。そのもん食い上がってこの野郎、熊子。出てこい、こら。出てこるけ。なんだ、俺が怖くて震えてんじゃねえのか。勝てか。しょうがねえな。そんななりしてお前、お前らのやってんのはお前勇気でもなんでもねえぞ。
あれだろ、肝試しかなんかで迷子になっちゃったんだろう。何が東京だ。村までな、30キロだ。ん？お前ら3日もかけて前、30キロしか歩けなかったんじゃないか。おじさんのおかげで助かりました。何がおかげだよバカ野郎。お前人のもの勝手に食いやがって、勝手におかげやっちゃったんだろお前ら。俺に恩を売らせようってのか。だから、腕もないかけだよ。もうみち教えてやるからな。村帰れ。半日ありゃ行くだろどうせ。いっぱい怒られろバカ。いやだ、村には帰れないよ。いろいろ盗んじゃったし、オイラたち敵前逃亡と同じことやっちまったんだもん。それに先に行ったやつらを早く安心させてやんないと。バカ、村に帰ったに決まってんじゃねえか。お前らみたいなガキがな、山人いるなんて聞いてねえぞ。誰に聞いてないの。誰にってお前、鳥さんとか動物たちじゃねえか。いいんだよ、そんなことはどうだって。とにかく山はお前らしかいねえんだ、帰れ、とっとと。おじさん、私たちを東京へ連れてって。1週間も10日もな、お前らみたいに口開けてピー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 泣いてるひよこみたいなお前、連れて歩けるわけねえじゃねえか。冗談じゃないよ。お願いします。東京だったお前、今、あたり一面お前、炭屋だらけだぞ。え？とにかくな、あれだ、俺は嫌だから、あれだ、生きていたかったら村へ帰れ、な。山なめんじゃねえ、山を。山怖いんだからな。知ってるか、マムシってのがマムシ。こんなお前長いんだよ、すげえ。それがお前3、4メーター人間が食うとガッと飛んでくんだ。これはおかねえんだぞお前。この辺パクッと構えたらパラッと終わりだからな。どうだぞ。それでお前死んだ後あれだよ、今度は顎が外れんだから、カーッカーってな。お前頭からガブってお前ら飲まれちゃって、腹の中でトロトロになって骨になってペッて剥かれて終わりだよ。いるんだよそういうのが。ヒルだっているし、これはお前こんなでかいんだから、これがお前木からお前ふーってなってんだよ。そしたらお前子供なんか特に好きだから、子供が来たらペタッとこうやってくっついたらもうこっから全部吸っちゃうんだ。チュー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 吸われてお前体まで入っちゃうんだ、今ヒルの中に。俺は見たんだからな。楽しんでるのか人の話、この野郎。俺寝るからな。火絶やすな。とにかく明日帰れな。俺たちのこと置き去りにしやがって、冷てえの。でもあのおじちゃん親切な方よ。陽ちゃんの薬だけ置いてってくれたし。今まで半日、東京まで10日。そう、泣いてあげる可愛い少年少女を見せやがって。
そういうことならもっと降っておくんだったな。ああ、行ってきちゃった。東、西、行こう。どこに？東京へ。あ、人いる。どうしようだ。じゃあ俺たち堂々巡りしてただけなのか。何もない。陽ちゃん、お願いだから静かになってくれよ。あれが何にも力が出ないんだ。どうすればいいの？手遅れだ。え？ああ、残念だな。破傷風だ。陽一、陽ちゃん、陽一、陽ちゃん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 。もう奇跡にだって直せやしない。陽ちゃん、陽ちゃん、陽ちゃん。よかったな。雪まし
文化ばっかり歌ってたけど、いい歌いっぱいあったんだっけ。忘れてたよ、すっかり。何もこんな時に思い出すなんて。骨な、捨てちゃダメだぞ。後でな、いい出し出るからな。じゃ食え。いただきます。なあ、生きててよかったな。うん、うまい。うまいだろ。食べて力つけて、うん、頑張って生きていくんだ。これからな、自分たちで生きていけ。お米って生き方教えてやるか。こんな味だったんだ。なんかにも食わせてあげたかった。なんで鼻水吸っちゃってん。これこの感覚ぐちゃぐちゃじゃねえか。いや、もう好きじゃないよ。母さん、泣いたんだから。泣くんだか飯食うんだかよ、鼻水するんだか、はっきりしろ。このおっぱいおじさん、しょうがねえの。まあそうだろうな。こんなこと始めなければよかったんだ。痛ましいことしたな。でもな、やっちまった問題をいつまでもぶり返してもな、今一番大事なのは今乗ってる船の行き先だ。おいら、陽一の母ちゃんに何て言って謝ればいいんだろう。陽一、一番の元気者だったのに。生きて謝りたかったらな、村へ帰れ。ん？悪いこと言わないから、村へ帰れ。嫌です。たとえ誰かが最後の一人になっても、東京へたどり着かなきゃ。おいら、死んでも陽一に顔向けができない。分かったよ。今の気持ちを陽一に伝えてやりな。陽一の魂が山へ帰っていく。ほら。
ん、なんて言ったの？あのな、もう悲しむなって。俺がいつもお前らを守ってやるってよ。それは分かったの。おじさんよ。おじさん？おじさんはあれだよ、お前がいてくれるなら安心だ、よろしくなって言ったんだよ。あ、そうなのか。おじさんのおかみこ少しなまってるみたい。そうですか。おじゃあ、かっこよかった。あんまりすごいからって言っちゃった。おはようございます。臨時ライブ用の服持ってきました。それと部長からの差し入れです。ああ、ありがとう。でも服はいらないわ。え、でもいいの。はあ、じゃあ失礼します。あ、ねえ、差し入れありがとうって伝えといて。あ、はい、じゃあ失礼します。おじさん、子供？子供いないよ、おじさん一人もんだもん。恵まれてないんだ。大きなお部屋だよ。仙人みたいだよ。なんで俺が仙人か？そうなんだ、そうなんでしょ？そうなんでしょ？俺が仙人？仙人がこんなことするか？くせぇ。くせぇ？なぁ、それくせぇな。分かったな。さあ、しつけも書いたことだし、行こうか。うん、ああ、ああ便秘かな。おじさんのプーに当たったんだよ、きっと。
おじさん。うん。そうなの知っていたのか。はい。教わっていたから平気。そうか。特別待遇しないからな。これからも頑張れよ。はい。これ、ただしここに出るからな。使え。ありがとう。うん。なんだよ、教えてよ。何や、しげ子はお前あれだ、大人になったんだよな、しげ子な。大人になったんだよね。あれよ、大人になってな、なんだろう、ほら女の子だからよ、母親になって、え、子供がだよ、できるようになってな、印だ、その印な。所長か。何言うんだお前は、ごめん。うん、そうか、所長か。所長か。あれ、おじさんどうしたの。え、どうもしてねえよ。お前はなんだな、言うことが残っとってか、大胆だな、ね、おい、変なの、別におじさんが所長したわけじゃないの。それでだろ、行こう。ほらほら、もっとほら、食いやがった。あ、サワナスとかな、走りどころってやつ。ほら、猛毒を作ったな。え、どこだ、そら。どうだったのか。ねえ、あったかいのやって。あったかいの、ほうれん草と間違ってな、食ったらしいんだよ。いやな、絶対触るなってよ、昔から言われて育ってきたんだけどな。お前らに教えてなかったか。あ、悪いことしちゃったな。もう大丈夫だよ、翔平。大丈夫だ、翔平。今お前説明してやるから。これあれだ、昔な、自白剤とかな、拷問とかよ、人間の頭をな、キチガイにするときにこれ使ったんだよ。ん、もちろんお前人だって殺せんだぞ。ほら、食えそうだろ、腹減った時はうまそうに見えんだ。だけどこれ食べちゃうとだな、縛り付けておかねえと幻覚見てな、岩に体打ちつけたりよ、え、谷底に飛び降りたり、体中から血出してその辺走り回ったりな。
自分が何やってるかわからないうちにだ。また死ぬぞ。まあ幸いな、あんまり食ってなかったから一晩中連携やるだけで済むけどな。まあ吐かしたし。なんだ。なんだってなんだよ。お前らすぐ安心するな。いいか、用心が深い分だけ死ななくて済むんだ。まあいいや、命だ。雨降り。おい、目覚めてんだろお前。あ？いつまでもベタベタしないでな、起きろ。自分とこ行けよ。ほらおじさん、ちょっとな、免許行くからよ。嫌じゃない。なんだお前。おい、見た目だけで判断すんじゃないよ。あ？いい勉強になったろ。何してんだよ。よいしょ。おじちゃん、うん、抱っこ。だからお前抱っこしたら膀胱破裂しちゃうよ。ねおいらも。雨降りおっさん、雲の影、お嫁に行くときゃ誰と行く、一人でからかささしていく、からかさないときゃ誰と行く、シャラシャラシャンシャン鈴つけた。おお、出てきた。せーの、せっ。おへ、逃がすなよ。ねえ、おじさん。帰ってきたよ。帰りなさい。帰りなさい。
かんできな。行くよ、もういいんだ、そんな長くなまった。はい。これな、交換してきた。出たで。でけえな、これ。あ、お前もでけえな。よし、ちょっとね。いや、食べて。おいしい。おいしい。何してんだお前は。なんで噛んじゃうんだよ。うん、これはこうペロ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 なって、これ甘いとこがなくなったら、それで初めて噛むんだよ。これが病気だよ、お前。知ってるか。そうしようと思ったのに、飲んじまったじゃないか。ないかったって、お前がそう言ったらね。まあいいや、もう一個ずつやるから。もう最後だぞ。さっきもでかかったね。さっきもね。でかいのよ。よし。はい、行おい、東京どっちだ。そう、大当たりだ。うん、お前たちは向こうで、おじさんはこっちな。ここでお別れだ。やだよ、俺まだ一緒にいたんやい。翔平、それわがままってもんだ。別れが来るのはおじさんと出会った時から分かってたけど。いつでもな、別れる準備はしとくもんだ。俺はやだ、おじちゃんと一緒がいい。翔平、俺本当はなんとなく分かってたんだ。
東京へたどり着いてもみんな戦争や空襲で死んじゃってんだ。みんなだってそう思ってるくせに。見ろ。だからおい、おじちゃんの子供になる。ずっと一緒にいたい。これからはな、こんな暮らし方はますます廃れる一方だ。ん？お前たちが大人になってな、子を持つ親になる頃にはおじさんが考えられないようなな世の中になってんだろう。だけど俺たちはな、このままずっと生きていくんだ。この先も我慢できるか。ん？山の暮らし、狼と熊と一緒にな、どんどん山奥へ追いやられていく毎日だぞ。平気だい、おじちゃんと行きたいよ。翔平、みんなの気持ちを分かって言ってんのか。おじちゃんの子供になる。さあ、荷物担ぎな。うん、いつまでこうしててもしょうがないから。翔平、いいのか。行くぞ、ほら。翔平、みんなに言うことないのか。さよなら、元気で。そんなのないよ。次郎ちゃんもういいじゃない。だっておじちゃんは翔平だけ連れて行くのかよ。次郎、もういいんだ。だっておじちゃんはみんなのおじちゃんだぞ。独り占めなんか絶対。おいらだってこのままずっと。でもやっぱり東京にたどり着くために、たとえどんなことが起こっていようと自分の目で確かめなきゃならないんだ。そうだ、これでお別れだなんて。いい仲間だな、みんな。うん、いい子だ。おじちゃん。いいか、死ぬより辛い思いにな、会うことがあっても苦労話は自慢話でなくな。おじちゃん、もし東京で俺たちの一番見たくないものが東京で、その時は山行きな。な、いい大人になれな。おじさん、よし、この道を降りていけば荒川だな。東京もうすぐだ。はい、いいか、たどる日たどる日をな、旅というんだ。元気できな、ほら急いで。うん、翔平をよろしく。
翔平、どうすんだ。自分で考えな。みんなと一緒に行く。そうだな。そうだ翔平、そうだぞ。うん、みんなと一緒に行くんだ。これをやろう。ありがとう、おじさん。これもやるか、うれ。それは気持ちだけ受け取るね。そうだな。さよなら三角、また来て四角。おじさん、うん、おいらもみんなを抱いたように、おいらも抱いてくれよ。ほら、子供になってもよかったな。翔平、元気だな。さよなら。待ってよ、みんな。待ってよ。近づけば近づくほど俺怖いよ。私、お家に帰ったらやりたいこといっぱい計画立ててあるのに。絶対会えるから信じてるもの。きっと元気でいるから。動物園に行って、遊園地に行って、活動見に行って、絵本買ってもらって、お母さんと一緒に綺麗なお弁当を作って、晴れ着を着せてもらって、ずっとお母さんに抱っこしてもらって、そしていっぱいあるんだから。
すげえ。空襲だ。東京が燃えてんだ。
ええー